広島市波佐見並区の7坪しかない狭い店エレファントサイクルです。何これ、フラミンゴか。4月11日です。明日ね、飛島街道行くんですけど、さっきねグロータックの動画を撮って、ちょっとねもうなんか今日すっげー疲れたんで、今から自分の自転車触ろうかなと思いました。そしたら急に元気出てきました。はい、このアングルいいじゃん。最近ね、なんかねバーディーのまたブームがね来ちゃってですね、いろいろやってみたいことが増えてきました。まあバーディーの注文もらったのもありますし、なんかねやっぱブロンプトンジャパン、日本がね頑張ってるんですよね。だからブロンプトン乗る人が増えてきてるけど、バーディーそういえば乗ってる人はもういないなと思って、逆にいいと思って、それで別に関係ないけどね。で僕はねこのバーディーはね、緑色のやつはね、ちょいろんなテーマがあって、まあ折りたたみなんだけど、まあ畳まなくていいかなみたいな、車の上にもちゃんと乗ったし、でもねやっぱやっぱねドロップがねちょっと嫌なんです。すごい悩んでるんですね。ドロップのままにするかフラットバーにするかどうしようか悩んでて、そしたらねとりあえずタイヤ交換してみようと思います。で今回注文したのがね、まず入るかどうか分かんないんですよ。この20の 1.35 でも畳む時にね後輪がちょっとねふわってなるんで、まあこれはもう畳まないバーディーとして、フォーリーディングバイクじゃなくてもう承継者として、これやばくないですか。今日インスタにも載せたんですけど、ハイスピードグラブタイヤオンロード向けエボリューション、これやばくないですか。もう完全にジャケ買いしちゃいました。ということで今からね、もうなんかね最近ねサイクルケアの小林さんがね7時に、ね、YouTube ライブするからね、なんかうちの YouTube 伸びないなと思ったら、多分小林さんのせいじゃないけどね、ちょっとなんかそれも影響してるのかと思ったけど、まあ僕の動画はまあ気楽に見てくれとはいえ、なんかちゃんと見てもらった方が嬉しい。これをねやっとバルブコアをこの前つけたので 1.5 が入るかどうかだな。ちょっともうフロントがもう無理かもしれない。これが 1.25 だから、まあ何かともね限界にチャレンジするということで、倒れる時は前向きに、本当はね18インチのこのホイールが欲しいんだけど、このホイールはねまあまあ高いんですよ。で今ねパーツでも金利ゼロでできるようにちょっとね計算今ローン会社に出してもらってるんで、今ね使ってるローン会社がねアプラスっていうローン会社で、この前ねジャックスも来て、いや全然うちの方が安くなりますよって言ったんですけど、ジャックスその後何も連絡がないっていう、ジャックスさん、ジャックスのね広島の担当者、この店忘れてませんか。まあいいけど、ちょっとねアプラスもねいろいろなんかねちょっと問題があってね、これ言っていいのかな、まあやめとこうか、言うとあれだから、それでちょっと契約内容ね変更してもらったんですよ、僕の契約をね。ちょっともう言っちゃうけど詐欺じゃないけど、もうこれ詐欺なんじゃないですかみたいな、そんなこと、いやそんなことないんですけど、じゃあもうなんとかしろみたいな、はいこれできるんかいみたいな、よいしょ、あこれワイヤー入ってんだこれ。さてこのエボリューションなんかもう地球儀回した人が言いそうなあれですけど、これが入るのかどうか、もしこのタイヤが入らなければ新古品で出ますので、オンラインショップでね一回はめただけみたいな、で入らなかったみたいな、そんな一応パッケージは残しとこう。あとね700の 35C のこの G1 スピードというのもどうやらラインナップで加わってるけど、
40C とかがあればね、ちょっと使ってみたいですね。オンロード向けってすごいな。グラベルタイヤなのにオンロード向けってどういうことみたいな。もうオンロードでいいじゃんみたいな。向きがあるのかな。さあ、これはちょっと革命が起きるかもな。畳まないフォールディングバイク。ちょうど僕が今持ってるイノのタイヤホールドっていうのがね、付けれるんですよ。これ、ね、普通のやつだったら付けれないかも。買って。チューブが対応してるかどうかだな。チューブが一応 1.5 までいけんのかな。ちょっと確認します。あ、 1.5。 おお、インプレッサーじゃなくて、ライブいけなかった。チューブ変えなきゃダメだということで、チューブをね、もしかして合わなかったらこれ中古で出るかもしれないんで、ちょっとパッケージ残しとこう、ちゃんと ね。バルブコアちゃんと取っとこう。こういういろいろ挑戦していこう。そう、あのバーディーはね、僕好きなんだけどあまり詳しくないんですよね。それが、まあ、この前も昨日もお話しましたけど、ブロンプトンってもうその専用部品しかないから、なんか正解が探しやすいんだけど、バーディーって専用部品がないからもう何でもできちゃうんですね。だから面白いですね。ちょっと最近ショーケー車のなんか魅力にちょっと再発見できた、さあ、あの気がついてきたんで、また有益な情報があれば、あとダメな情報とかもねあれば、まあでもなんか僕はちょっとドロップハンドルってダメだな、個人的になんか分かんないな。ドロップ畳めませんからね。ドロップやね、ハンドル幅が狭すぎて本当にショーケー車向いてない。わっ、これチューブ入らないんじゃない、これチューブ、これ無理かも、これタイヤが、まああの無理かも。でもこれが公開されているということは無理じゃなかった可能性もありますんで、最後まで温かく見守っていただければ。でかいわ、明らかに直径がこれ。もうちょっとやってみよう。やっぱシュアルベだな。これの18インチのこのねカーボンホイールがあったら、それにあのブロックタイヤつけたらかっこいいだろうな。ダメだけど、もう4回ぐらいチューブレスタイヤつけてるから親指がもう機能してない。ビートが手の力がない。ちょっと早送りします。あ、無理だなこれ、タイヤが入らない、そもそも入らないこれ、タイヤが。くそー、でも406だもんな。406だよな、悔しいな、はあ、入らんかったか。リムテープ変えてみるかな。グローブの曲でもありますよね、どこまでも限りなくってね、痛い。まあ、あれは 雪の話か、降り積もる雪か。ダメだこれ、入らないわ。あー、悔しい。入りませんでした。もう全然ダメだ、もうここまで残ってるこれ。
ということで、どうしようかな。この思いをね、なんとかしたいので、無理だ。無理でした。ということで、無理でした。まあでもちょっとあれだな、ちょっとフラットバーにするか。終わります。